これが私たちが開発した世界初の GPS ソーラーウォッチ、セイコーアストロンです。アストロンは地球のあらゆる場所で位置を特定し、現地時刻を表示します。イエスものづくり、今日紹介するのはセイコーエプソンウォッチ事業部です。アストロン開発の契機は、グループ内に GPS 技術と半導体技術の蓄積があったことです。電池やアンテナなどの開発は一から立ち上げ、小小精と言われるグループ共通の強みであるコア技術を結集して完成させました。私が会社行った時にですね、言われたのがですね、時計の価値というのは一番大事なことだと。これ4つございます。1つはですね、いつも正確、止まらない、から見やすい、美しい、この4つですね。これにですね、どこでも正確というのが今回の商品になります。セイコーの時計は美しくなければならないため、デザインの開発も極めて難しかったといいます。リングアンテナという新しいアンテナを文字盤、顔の中に収めるんですけれども、非常に厚くなってしまいます。その厚みを感じさせないように、かつ、文字盤の時計として美しくまとめるということを非常に意識してバランスを取る。これが実は、今までにないものがあるがゆえに非常に難しい作業でした。お客様の考える価値をはるかに超えた感動を差し上げる、これが我々の企業のコアコミッタンスだと思っています。いずれの要素、省エネルギーのその半導体ですとか GPS ユニットですとか、あるいはデザイン要素ですとか、どれ一つかけても、このお客様価値を実現することはできなかったということで、我々しかこれはできない商品だと確信をしています。